グリモシーンは、日本の競争馬。主なカチクラは2018年の関谷記念、フェアリーステークス、2020年の東京新聞杯。馬名の意味は、最高場面。母モシーンはオーストラリアで、クラウンオークスなど GI を4章の名品。本場は、その2番子にあたる。2015年4月27日、北海道阿比町のノーザンファームで誕生。一口馬主法人。 シルクホースクラブから、モシンの15として、総額5500万円で募集された。ミホ、木村哲也9社に入級。9月17日の新馬戦で、戸崎啓太とのコンビでデビューし、単勝1.7倍の断然人気に押されるが、大外から追い込んだ当選ブレスに差し切られて2着となる。続く未勝利戦では、北村博士が尋を取り、 テトラドラクマとの激しい叩き合いを制して初勝利を挙げた。上がり3回は2位をコンマ8秒も上回る33秒2だった。フェアリーステークスでは、中段追走から直線鮮やかに抜け出し、2着、スカーレットカラーに一馬身1、4の差をつけて、重賞初制覇を飾った。大歌賞はスタートで大きく出遅れ、最後方からの競馬となる。 直線では内をつくが前が壁になり、不完全燃焼のまま10着に敗れた。続く NHK マイルカップでもゲートをスムーズに出ることができずに後方からの競馬となり、最後は差を詰めたものの5着に終わった。次戦には51キロで出走可能な関や記念を選択。集団待機から直線で据え、足を伸ばし、ワントゥワンの追撃を首差しのいで一番人気に応えた。 カちチ時計1分31秒6はコースレコードから0.1秒差の高度計で3歳品場による同レース制覇は1985年からスチール1987年クールハートに次ぐ31年ぶり3頭目であったトライアルをパスして周華賞に直行したが位置取りが後ろになりすぎたことが響いて7着に終わったマイル戦に戻った ターコイズステークスでは一番人気に押されたが、4コーナーで前が壁になり、足を余す形で8着に敗れた。小場所戦は、ダービー強チャレンジトロフィーに、福永祐一との初コンビで出走。3番人気となったが、中段から直線足を伸ばし、勝ち馬に首差及ばなかったものの2着に健闘した。自走のビクトリア・マイルは、同世代の阪神 J 界勝ち馬ラッキーライラックなどの、 実績馬が集まった中4番人気に押されると、直線でメンバー上がり最速の末、足を見せたが、レコード勝ちの1着のオムコアに首差届かずに戦、連続2着に赤敗した。夏の中京記念ではここ最近の実績が評価され1番人気に押される。レースでは、直線で一時戦闘に踊り出るも、頻馬ながら重いハンデを負わされたことが響いてか3着に、敗れた。秋は、 不中品バステークスに出走。先のビクトリアマイルで一番人気に押された、ラッキーライラックを抑えて一番人気に支持されたが、直線で全く伸びず15着のしんがり負けを喫した。次戦のマイルチャンピオンシップでは安定に、ウィリアム・ビュイックを敗したが、11着に敗れた。2月9日の東京新聞杯では、中段追走から直線で鋭く、足を伸ばし、最後は、 シャドーディーバにハンバ審査をつけ、重賞3勝目をマークした。続く、ダービー強チャレンジトロフィーは、中団のやや後方から追い上げてくるも5着に終わる。5月17日のビクトリアマイルは、ダミアン・レインを安城に迎えるも、見せ場なく8着と惨敗する。その後、8月の関谷記念では15着、初のスプリント戦となった11月の K ファンハイでは10着と、精彩を書いた。 1>, 1月31日のシルクロードステークスで指導するも12着と大敗。翌2月1日、このレースを最後に引退することが発表され、2月3日付で競争場登録を抹消された。引退後はノーザンファーム空港牧場で繁殖品場となる。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。